ディスフォーニア・アンブロージーデス・アリタソウは、赤坂赤座族、または、アリタソウ族の一年層。和名は、苦中薬として、佐賀県有田町で栽培していたことに由来する。エパソウテともいい、ナワトル語のエパートリと、ウトリに由来する。英語では、メキシカンティーとも呼ばれる。本記事では、赤坂のアリタソウを説明している。ひそかにも、 アリタソウオと呼ばれる全く別の植物があり、これは、境外の別名である。一年から数年で越しする。1.2メートルほどまで成長し、不規則に枝を広げ、長大円形の皮張りか立場をつける。葉は12センチメートルほどにもなる。茎の先端の円錐花樹に緑色の小さな花をつける。毛があるものを、ケアリタソウオと呼んで区別する。中南米。 メキシコ南部原産。原産地だけでなく、ヨーロッパやアメリカの温暖な熱帯や日本を含むアジアでも成長し、侵入雑草となることもある。日本では家畜が食べると有害なために嫌われている。エパソーテは独特の刺激臭を持ち、葉物野菜やハーブとして用いられる。生の状態では樹脂製の薬効のある辛みを持つ。味はアニス、フェンネル、タラゴンに似ているが、 より風味が強い。柑橘類、石油、ミントを連想させるようなピリッとした独特の香りを持つ。伝統的にメキシコ料理では豆の香り付けや成長に利用されていた。特に黒いんげん豆を煮るときには欠かせない。このタケサディージャやスープ、モーレデオやタマーレスデケソイラハ、チラキレス、卵やジャガイモのエンチラーダ、スイートコーンの料理などに特によく用いられる。 一度その味を覚えると、何にでも使えるハーブである。エパソーテは豆を食べることによって起こる、腹部傍慢や無月経に効果があるとされている。その他、月経困難症、マラリア、コレラ、ヒステリー、タン、カタル、気管支喘息への効果も指摘されている。鎮形剤や虫下しもエパソーテから作られる。また、最初の中絶薬もエパソーテの研究から生まれている。 エパソーテのエッセンシャルオイルは70%未満のアスカリドールからなり、その他、リモネン、シメンなど、モノテルペンと、その由来成分が含まれる。アスカリドールは、ハーブの成分としては珍しい。アスカリドールは中毒性がある。また刺激臭を持ち、単体ではどちらかというと不快な匂いである。また衝撃に敏感な爆発物でもある。メキシコ産のエパソーテの方が、 アジアやヨーロッパで見られるものよりもアスカリードール濃度は低いと言われる。ありがとうございます。